はい、皆さんどうもおはようございます。ガンバロンです。はい、現在時刻の方がですね8時30分となっております。はい、今日はですね直受けのお仕事をこれからやるという感じですね。今その現場近くに来ておりまして、その前にですね動画を一本撮ろうかなという感じで、撮っております。はい。というわけでですね、今日のお話はですね、前回ちらっと動画で、言ってたんですけども、ちょっと Uber Eats のですねお話をしたいと思います。はい。で、まあ Uber Eats なんですけど、なんですかね、Uber Eats はまあ AI ですね。この人工知能、これがですね、まあいろいろと、考えてですね、このドライバーに、こういう注文を振ったりとか、なんかそういうね AI が、管理していると言われております。はい。で、まあそんな感じでですね、まあ、要はドライバーのその、まあ、稼働時間だったり、稼働しているエリアとか動きとかをですね、この AI がですね、ドライバーのデータをずっと蓄積していってですね、このドライバーはこういう動きをすると、この曜日はいつも稼働しているとか、そういうデータをですねずっと蓄積していってるんじゃないかと、言われているわけなんですけども、まあ僕この間ね、稼働していて、なんかちょっとそういうことを感じさせるようなことがねこの間起こったんでですね、ちょっとそれを、今日はちょっと話してみようかなと、思います。はい。それともう一つですね、ついでにUber Eats と出前館ですね。Uber Eats の料金ってなんか今ね安いと300円だなんだとか、安すぎるとかっていろいろ言われているんですけども、僕はですね実は安いとは思ってなくて、妥当な金額なんじゃないかなって思ってるんですよ。あと出前館で、出前館は逆にこうね高単価だってこう言われているんですけども、あれもまあ高単価とはいえまあ妥当な金額なんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。なので、ね、ちょっとその辺もねちょっと含めて、大きく分けて今回2つですね話していこうと思います。はい。というわけでですね、このチャンネルはですね、私ガンバルマン、47歳でですね、会社を脱サラいたしまして、現在ですね、まあ景観物のお仕事だったりギグワークの仕事、あと直受けのお仕事ですね、自分で営業をして、取ってきた仕事とかをですね組み合わせて、日々、稼ぎの方を上げていっております。はい。で毎月ですね1ヶ月で、こういう働き方をして、このような売上が上がりましたよということで、月1回ですね売上報告の方も、1ヶ月目からですねずっと今まで、やってきておりますので、ぜひですね、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい。というわけで、この後ですね話していきますんで、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい。というわけでですね、ちょっと話していこうと思うんですけども、まずですね、Uber Eats ですね。この AI ですね。AI が、各個人のね、ドライバーの、データを蓄積していってですね、把握していっていると。で、まあ、そのドライバーね、このドライバーは、いつもこのような動きをするから、このようなオーダーを出してるんじゃないかとか、なんか、あと金額とかですね。で、まあ、僕が思うにですね、まあ、やっぱ AI が管理しているんで、やっぱそれはやっぱあるのかなって思うんですよ、もう今の時代ですね。で、まあ、例えば僕で言うと、僕はですね、最近、ここ3ヶ月、4ヶ月ぐらいなんですけども、まあ、ありがたいことにね、まあ、直受けのお仕事とかが結構いただけるような日が多くなりまして、結構ね、稼働する時間が最近ね、ある程度決まってずっと稼働してたんですよ、Uber Eats。これ何時ぐらいかっていうと、大体4時から5時ぐらいの間に、オンラインして、で終わりがだいたい7時から8時ぐらいにオフラインにしてたんですよ。だいたいそういうルーティンでずっと僕稼働してたんですよね。はい。でつい先日
ですね、ちょっとね、AI は俺の動きをやっぱり把握してるなって思ったことがあって、これ何かっていうと、まあ、皆さんも多分ね経験があるんじゃないかなって思うんですけども、この間ね、まあやってましたと、確かね4時半過ぎぐらいからやり始めて、で7時半過ぎかなぐらいに、もう今日はこれでも終わろうかな、帰ろうかなって、で大体その時間帯で僕大体 4,5,000円稼げればいいかなぐらいの感覚で僕やってたんですよ。でまあ目標金額のね、まあ4,000円くらいだったと思うんですけどまあそんくらいになったから帰ろうと思って、なんなくもなったしって思って帰ろうと思ったら、オファーがチョリョンチョリョンって来て、パッて見たらそのドロップ先が、僕の自宅の超近くだったんですよ。でおこれちょうどいいじゃんと思って、で僕それをねもう迷いなく取って、で商品引き取り行ってそのままね行ったんですよね、そこに。でまあその日はそれでおラッキーみたいな風に思ってたんですよ。でそのまた次の日ですね、また同じ時間ぐらいからまた始めて、でまた7時、まあ、半だったかちょっと忘れたんですけど、あもう今日もこの辺で帰ろうかなみたいな感じで、で金額もまあ前日と同じぐらいの金額になってて、あまあちょうどいいやと思って帰ろうと思ってたらまた鳴りました。で見たらなんとまたですね自宅近くのドロップ先だったんですよ。もうすげえと思って、でまた取って帰って渡してその日は終わったんですよ。で金額も大体ね、そのくらいの売り上げ、まあ、5,000 円ぐらいの売り上げだったのかな。で終わったんですよ。でその次の日ですよ、次の日でまた次の日またまあ同じような感じで、でもう帰ろうかなと思って、で売り上げがねその日はねちょっと4,000ちょいだったんですよ。4,100いくらとかで、あちょっと昨日にもちょっと少ないけどまあいいかと思って、時間もちょうどいいんで帰ろうと思ってたら、なんかまたですね、またですよ、自宅近くの届けで注文が出たんですよ。本当にマジかと思って、しかもそれ金額見たらそんな多分感覚的に多分400いくらとかそのくらいなんじゃないかなって思ってたんですけど、なんか800いくらとかだったんですよ。不思議とすげえってこんな奇跡じゃんと思って、それ受けると、まあ、5,000円ぐらいになるなと思って、ラッキーとかって思ってたんですよ。でそれを取ってその日行って終わったんですよ。でまあ結局、まあ、5,000 円ぐらいになったという感じだったんですよね。でやっぱ AI ってなんかね、その個人のデータ、こいつこの時間になったらそうそう買えるからね、その買える便のオーダーを流してやろうかみたいな感じになってんのかなって思ったんですよ。でまあ、まあ言ってもたまたまの可能性もあるんですけど、でもですね、その次の日ですよ、次の日なんとこれ4回目、また出たんですよ、またですよ、すごくないですか。これは偶然とはいえちょっとどうなんだろうと思って、これびっくりしましたね。4回目、また最後ですね、自宅近くに届けが終わって終了したっていう感じになったんです。その時もね4,000台後半とかで終わったんですけど、でこの時ね僕ね、やっぱりドライバーを AI はそのドライバーの動きだったり稼働時間、稼働エリアっていうのをしっかりとねこう蓄積していって管理してるんだなって思った瞬間でしたね。はい、ちょっと、ね、今日はねこれを言いたかったんですよ。はい、いやすごいなと思って、だからまあこれいろんな考え方あるんですけど、まあ Uber Eats いろんなエリアでこうねやってる方もほらいるわけじゃないですか。その日によってこの時間帯はここに移動してやろうとか、この時間帯はこっちに移動してやろうとか、やられてる方もいると思うんですよ。で僕の場合はですね、もうずっともう同じエリア、このエリアから出ないように自分の近場のエリアずっと僕今までやってきてるんですよ。はい、でこう最近ではですね、その稼働時間の2月3月4月とかちょっと仕事がね暇だった時はもう丸1日稼働したりとかしてたんですけど、ここ 3,4 ヶ月、もう結構ね短時間も3時間とか4時間で、大体も夕方の時間だけ稼働して帰ってたっていうのが大変多かったんですけど、まあそのねまあルーティンというか自分のね動きっていうのをパターン化させることによって、で AI にそれを記憶させることによってですね、
なんかこう AI はそのあこれはいつも同じパターンの動きをこの人はするって認識して、なんかそういうね注文の出し方、金額の出し方とかなんか考えて出してるんじゃないかなってちょっとね感じたんですよね。でまあその4回ついた後はもう出なかったんですけど、結局まあそれはたまたまねもう注文がねどうしてもなかったのかなっていうふうには思ったんですけども、まあ、4回続けてその近場の注文があったから多分もしかしたら僕にこう出してきたのかなっていう感じでした。で金額の方もだいたい平均こいつにはだいたい4000円か5000円稼がしてやろうみたいな感じの出し方だったのかなって今思えば、だってだいたい僕ですねこう数ヶ月間そういう感じで働いてだいたい4000円から5000円で終わってるんですよ。だから多分ウーバーの方もだから金額をね調整している、さっき安かったのとは急に高い金額がボンって出たりとか、ずっと安い金額で行って最後何件か高い金額がゴンゴンゴンって出て結局5000円になったりとか、そういうことがねまあ今思えばなんかあるんですよね。だからさっきも言ったようになんかいつもほら安い単価でしか出ないのに急に800いくらとか出たって、でそれ足すとちょっと5000円ぐらいになったんですけど、まあ売上が今回少ないから最後ねこれだけ出して5000円ぐらいに乗っけてあげようとかって AI が思ったのかなみたいな、だからそういうのを考えたりしたんですよ。はい。だからなんかあとエリアとかも僕ずっと一緒のエリアでやってるじゃないですか、やってるんですよ。だからね注文の飛んできき方もなんかねそのエリアの外の注文っていうのがあまりねそういえば来ないなってなんか思ってるんですよね。うん、あこういったら多分ここから外は出ないから、いつもね同じエリアだからでやっぱ認識してるのかわからないんですけど、まあ、確かにねずっと思い起こすと遠くに行くオーダーっていうのは飛んでこないようななんか気がしますね。はい。というわけで皆さんいかがでしょうかね。結構そういうことって皆さんありませんか。うん、まあね、やっぱりねドライバーの動きっていうのはやっぱり AI っていうのはしっかりとですねデータとして、蓄積していってるんだなってちょっと、感じました。はい。あちょっとねもう時間がちょっと仕事の時間が近くなってきたらちょっと次早くちょっと話していきます。はい。さっき言ったUber Eats の、単価と出前館の高単価、これですね、Uber Eats に関しては安いって言われてるんですけど僕は妥当だと思ってます。はい。まずこれ言うとですね、Uber Eats の単価ですね、まあ300円とか400円とか、まあ、出前館と比べたらもう全然安いよっていう話なんですけど、でまあ僕はそうは思ってなくて、これなんでかっていうとですね、例えば出前館の話からいくと、すごい高いじゃないですか。で通常料金で話すと、まあ、710いくらとかじゃないですか。でそれでも高いんですけどで結局出前館は高いんですけど、その分ですねドライバーに結構な責任が乗っかかってくるんですよね、あれ届けるのに。で例えば届けた先で、まあ、例えばなんかね料理が偏ってました、でクレームが出ましたと、でお客さんから、拠点の方に電話が行って、で拠点の人が、まあ、謝罪はするんですけども、拠点からまた個人のドライバーにね連絡来て、こういう電話が入りました、ちょっとそういう状況はどうだったんですか、もう次こういう風にならないようにちゃんとしてくださいよっていうね電話が来たりとか、あと誤配をしたと、で誤配をして、だからお客さんがねもう誤配あもういらない、もうそんなのでいらないって言われたら、最悪ドライバーがですねこれ弁償しないといけないっていう、だからそういうねことも言われてるんですよね出前館は。でそれだけねドライバーにもう重く責任がかかってくるっていうことですよね。で注文の取り方も自分で取るじゃないですか。でも取った以上は自分で責任を持って最後まで、クレーム対応してくださいって言ってるようなもんなんですよね。うん。だからそういうことを考えると、この出前館のね報酬金額っていうのは高くもないし、まあ妥当な金額なんじゃないかなと僕は思います。はい。で Uber Eats に関してはですね、まあ安いとはいえですね、300いくら400いくらとかなんですけども、まあ、あれに関しては、まあ、出前館と比べて、まあ、ドライバーにね責任が重くのしかかるっていうことがまずないじゃないですか。誤配したとしても別にね出前館みたいに拠点の方からね連絡来る、まあ後でねメールがね多分飛んでくると思うんですけど、まあその時にねどうのこうのっていう、今からちょっとドライバーさんちょっと謝罪に行ってくださいって言われることもないし、もうね AI にお任せできるんですよ、その後の処理っていうのは。もうドライバーもノンストレスで、もう誤配したとはいえ、まあ、まあ、いいあれではないのかもしれないですけど、そういう誤配の処理をね、しなくてもいいと。謝罪にも行かなくていいと。あとね、遅れて、
ね、時間に追われてね、こうドライバーは配達をしなくていいと。届け時間とかね、ドライバーにはもう関係ないじゃないですか、出てないんで。でまあ気楽にできるということで、まあそういった面ではまあその金額っていうのは全然妥当な金額なんじゃないかなと。だってそれだけね、あのドライバーに負担をかけてないわけですから、ウーバーイーツですね。まあそういうで妥当だと僕は思いますね。はい。でこれあのちょっとこういうこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、例えばですよ、なんだ、大手宅配会社ですね。僕も一時期S 川警備員さんで宅配なんかやってたんですけど、まあまあそれと比べないって言われるかもしれないですけど、あれだってウーバーイーツの低い150円とか160円とかそのくらいで1個配られてるんですよね。まあそれからすると全然いいんじゃないかなと僕は思うんですよ。150円160円ですごい、あれもドライバーに責任が乗っかかるじゃないですか。で誤配したら佐川急便のなんか、特に前働いてた時にそこで送配したことがあったんですよ。送配で送配しちゃって、でその日ですね、僕ね拠点に帰って、でその僕のエリアのリーダーの人に呼ばれて、ちょっと頑張りますね、今日送配したでしょって言って、あ、はい、申し訳ございませんって。ちょっと部長が話があるらしいから、ちょっと部長のところにすぐ行ってとかって言われて、で、部長のところに行って、で、謝罪して、で、なんかね、書かされたんですよ。いろいろと、その原因とか、なんとかかんとか。で、それを持って部長に見せて、見て、じゃあ、こうで、こうしないとダメだな、って、なんかいろいろとね、説教されたんですよ。たかが1個150円とかのためにですね、そこまでやられるかと。正直ね、その時はちょっとね、思ったんですけども。まあ、でもね、まあ、それはそれで、まあ、そのね、会社さんのやり方であり、ですね。まあ、あれなんでね、まあ、しょうがないんですけども。まあ、そんなこんなでですね、まあ、この Uber Eats のこの単価っていうのは、全然ね、安くない妥当な金額だと僕は思っております。はい。で、出前館の、このね、高単価と言われているんですけども、これもね、単価高いっていうよりも、まあ、妥当な、金額なんじゃないかなと僕は思います。はい、というわけでね、ちょっともう時間が迫ってますんで申し訳ありません。一応そんな感じでね、僕は思っておりますということです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。はい、というわけでね、こんな感じでですね、今日はですね、Uber Eats のお話をさせていただきました。はい、ではまた次回ですね、またなんか、動画あげますんで、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。はい、それではさよなら。